ベルフォメット様が管理するようになってからこのアイアロンは破滅へと向かうようになった。ええ、そうね。このままではきっと私たちは。ふん。なんだ？ここがアイアロンか。案内人があのアリサまではさぞ激しく争っているのだろうと思っていたのだがね。これは期待外れかな。あなた、その服、支給服ではないですよね。うん。そんな格好で歩いてたら機械歩兵が。警告します。支給服の着用義務を満たしていない場合、懲罰行動の対象となります。速やかに支給服を着用してください。私たちは関係ありません。繰り返します。支給服の着用義務を満たしていない場合、懲罰行動の対象となります。速やかに支給服を着用してください。損傷拡大。思っていたよりも硬かったな。警告します。機械歩兵との戦闘行動は禁じられています。戦闘行動は即刻の排除行動の対象となります。魔術師連中が作るゴーレムとやらに近いな。対象を適正個体と認識、排除行動を開始します。あれよりは多少マシか。対象を適正個体と認識、排除行動を開始します。対象を適正個体と認識、排除行動を開始します。楽しめるとは思えないが、肩慣らしにはなってくれたまえよ。単調だな。対象を適正個体と認識、排除行動を開始します。対象を適正個体と認識、排除行動を開始します。くだらん世界だと断じるにはまだ早いが、しかし今のところはつまらんな。なんだよあいつ、機械歩兵をあんなに。ベルフォメット様に知られたら排除行動では済まないわよ。ベルフォメットか。私たちの世界は高い確率で破滅します。恐ろしき支配者ベルフォメットの手によって。デクの王さ、管理者の連中と似たようなものか。まあ、あれはそれなりに楽しめた。強者の気配はしない。だが、あの女のような例もある。ベルフォメットはどこだ？あんたは一体。し、関わらない方がいいわ。私たちまで巻き込まれてしまうわよ。そうだな。やれやれ。
嫌われ者だね。まあ君の望むところではあるのだろうが、まさか人に好かれて仲良しこよしをしたくはあるまい。推測、いや計算によって弾き出した答えだが、どうだ。人に忌避されることはあっても、人に好かれた記憶はないな。黒の鎧に白の髪、シンクの瞳、危険、凶暴、獰猛な雰囲気。臆病な私だから話しかけるのもためらうが、君がユリアス・フォルモンドだね。ふん、何者だ。私はモノ。すでにあったろう、テトラの姉だよ。姉といっても血のつながりはない。片番は近いが、ユアンに頼まれてね、君たちを探しに来た。ほう、探してどうすると。私は彼にこう答えた。レジスタンスの拠点のいずれかに案内しておこうとね。つまり私は君の案内人だ。人ではないが。ふん、やつはこう言ってはいなかったか。ユリアス・フォルモンドを御するのは無理だと言ってはいなかったな。しかし私のメモリは君のその言葉と同じ結論をすでに弾き出している。君を鎖につなぐのは不可能だと。ならば頂上、失礼するよ。しかし君はこの世界の仕組みを知るまい。仕組みを知らずとも行動は取れるが、くだらん結果を招くことになるぞ。君の意にそぐわぬ結果をね。私がこの程度の相手に遅れを取ると。いや、まさか。私が言いたいことが正確に伝わっていないようだな。まあ致し方ないがね。対象を適正個体と認識、排除行動を開始します。対象を適正個体と認識、排除行動を開始します。そうだ、遅れも取らん相手を延々処理し続けたいかね。それは君にとって、いや誰にとってもある種の拷問になると思うが、いかがかな。まあ聞かずともわかるが。では案内しようと言いたいところだが、誠に申し訳ないね。私は臆病で、その上脆いんだ。先ほどの射撃、あれは聞いた。内部に深刻なエラーが発生している。安心してくれ、完全な機能停止はありえない。しかししばらくの間は停止する。やれやれ。